皆さんこんにちは。絵画コット買取プロシューカード金子でございます、えー。まあこれ村方志向ですけれども、えー、まあ現在ですねあの村方志向の鑑定があの一時まあストップしているということなんですね。まあと言いますのもあの渋谷駅周辺のまあ開発に伴ってですね今まであの受け皿となっていた村方志向ギャラリーがあの 東急百貨店さんの本店で行われていたんですけども、まあ、いよいよあの一帯もです、ね、取り壊しですとか、あるいはまあ耐震化ということで、大掛かりな工事に入るということで、まあ、私どももお取引のある、えー、と文化村ギャラリーさんとかでもです、ね、あの一時、えー、閉店するということになって、いよいよまあ百貨店も,もうその段階になってきたということです、えー。期間は来年の1月の末日をもって、東急百貨店さんが閉店されるということですので、まあ、残念ながら、宗像志向ギャ ギャラリーととといいいうううのも一時的にになななくっっててししまいままこすただですねま鑑定ですとか登録ですとか宗像非常にまああの重要作品も多いのでその受け皿となる新しい窓口というのを現在検討されておられるようですまたその窓口あるいはま鑑定日がどういう形になるかということを詳細が決まればですね宗像さん宗像志向ギャラリー 東急百貨店のホームページでも発表するとおっしゃっていましたので、まあ、私どももただただそれを待つしかないというような状況でございます。 ちょっとそういうことでですね、あの作品評価についてもですね、多少お待たせすることがあるかもしれませんけれども、また胸方の鑑定について新しい動きが出ればですね、私どももきっちりこちらの動画でもあるいはホームページでもお伝えしていきたいと思っております。現在もあのホームページの中も東京百貨店建て替えのため一,一時的に鑑定が見合わせていますみたいなことはあの書いてあるんですけども、まあ、そこをですね、随時私どもチェックしながら更新して。 一でで、ねまあ、日も早く宗像志功作品を鑑定、ねまあ、登録できるようにお手伝いしてまいりたいと思います。 私ども週、週ード絵画コット買い取りプロでは、中田志功先生の作品も積極的に買い取りをさせていただいております。えー、まあ鑑定の状況、現在ご説明したような状況でございますけれども、えー、まあそういった場合、これからどうしたらいいのかとかですね、そういったご相談もお気軽に受け付けておりますので、ぜひこちらのまずはフリーダイヤルまでお問い合わせくださいませ。お待ちしております。